さあ行きましょう。桃鉄ワールドやってきます。ちょっとどっかで一本編集入れないときついぞこれ。これね、なんだろう、一本2年ペースだとね、ギリギリ多分今日ね100年出し終われねえ。だからまずいわ。なもんで、なのでどうするかと言いますと、編集して、なんか結果どうなってるかぐらいで、もう1年丸々カットするぐらいは全然いいと思うんだよね。何もなかったとし、キングも来なかったし、ただ物件全員買ってただけだねみたいな、ね、多分ここから先あると思うんだよな。だからそういう年をもう完全にカットするっていう手もあるんだよね。そうしようかなっていう、どっかでね、どっかでね、このパートかどうかわかんないけど、てかこのパートじゃない可能性が多分高い。あのね、なんだろう、おお、メンデルさん、この人何だったっけ。はい、素晴らしい成果。あ、進行形を育ててくれるんだ。はい、あなたもそうなのね。さあどうしようか、結構やばいぞ。バグラムまで25マス。つけれるやついる？これ、ちょっとこの辺に。いねえよな。ひよってるやついるみたいになっちゃった。いや、いねえな。無理だ。つけれもしねえし。じゃあダメだ。つけれもしねえし、目的地も入れねえしで。これは食らいますね。被弾確定だ。何来たら、な、もうなんだよ。戻るのかよ。もう戻るのかよ。で、もう今回は何をするのかなっていうね、もうそこなんだけど、ちょっとね、もうすることだんだんなくなってきてるのは事実なんですよね、実際ね。で、何をするのかと言いますと、俺、1個まだね、できてないことが、まあ、2個かな、できてないこと2個あるわ。ごめん、2個できてないことがあるんですけど、1つはココ島にまだ行けてないこと。で、もう1個は、もうこれ完全に運だけど、宝くじ。宝くじまだ行けてないんだよな、一等。宝くじ一等はちょっと見てみたいよね、どうしてもね。見てみたいけど、まあでも難易度激高なのはもちろん重々承知してるんで、なあ、むちゃくちゃなことは言わないけど、そんな、一等出るまでやめれませんみたいな、そんなむちゃくちゃは言わないけどさ、なかなか厳しいよね。まあ厳しいのは分かってるんですけどね。もちろんそれは分かってます、僕も。令和のね、なんか、1回目のねバージョン、本当に発売された時のなんか一等かなり出やすかったらしいんだよね。なんか 5% だか 10% だか分かんないけど、とにかく結構な確率で一等出てたらしいんですけど、さすがにもう多分それね、修正してるっていうことは、まあ今回また同じミスはしないやろってことで、多分確率相当下げられてますね。その関係で多分ね、結構ね厳しくなってると思う。結構厳しくなってる。だってか前の DS のワールドはさ、国名でさ、なんか出してたやん。アンゴラって国だったらアンゴラっていう物件機だったじゃんか。今回はそのアンゴラの首都が目的地になってる、目的地でか物件機になってるからさ、なおのことさ、地名が分かりづらいよね。ほら、なんかあと1マスなんだけど、つうかあと1マスか。オッケーオッケー。スペシャルとかなかったっけ。ないわ、ごめんないわ、スペシャルない。12ってことはこれ入れないしな。とりあえず買えるとこ買おう。もう独占できるなら何でもええよ、何でもええ。さっきなんかすげえ金額捨てられたかな、物件言うて、キングボンビーにバラマキ。うわーわわ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 あれ、そうなんかね、聞いたんですけど、あのコメントをね、あのちょいちょい、ね、見させていただいてるんですけど、ありがとうございます、いつもコメント、はい、全部読んでるんでね、ぜひ皆さん、あのいっぱいコメントしてください。本当に嬉しいんでね、ありがとうございます。でそれで、ね、見たんですけど、なんかゴーバーサス中今作あるらしい、よくよく見たら。だからできることなら見たいんだけどな、ゴーバーサス中もな、見たいけど、もうキングボンビーの悪用に関しては完全に運だからな、もうな、本当に運だから、もうちょっと期待はしてない。ただ全員物件持ってるから、誰がキング食らっても見れる可能性はある。そう、それが救いかな。そう、誰でも見れる可能性ある。誰にキングついてでも見れる。そう、全員物件持ってるからね。でこう止まっちゃったな。でとりあえずゴーバーサス銃を持ってる、なんだっけ、なんだっけ、ゴーバーサス銃が発動する条件は、今まで通りやったら年数が16年目か8年目以降、8年目か16年目以降、まあ、作品によって違うんですけどね、まあ、基本8年目以降かな、基本8年目以降で、基本8年目以降で、かつ、物件を1件以上所持してる場合ですね。で今回1件以上所持はもう全員やってるから、全然そこは満たしてるんですけど、
それ以外の条件がちょっと今回はね、分からなさすぎるんですよね。だって年数に応じてのなんかイベントがほとんど廃止されてるらしいんで、やっぱり聞いたところによると。だから余計分かんないよね、もうそんなことされるとね。そうしたレベルみたいなのがあって、なんかそれが一定数になってたらなんとかかんとかみたいな感じになってるらしいです。攻略も見たいなマジで。ただ攻略もね、買いに行く暇がないんだよね本当に。ずっと俺これやってるからさ、でやってない時間はずっとこれ動画なんていうの、その何、まあ、編集してるかショート動画作ってるか、これをアップロードしてる時間か、まあ、とにかくどれかなんですよね。だからもうとにかく時間なくて本当にギリギリなんですよね。常にね、2時間後の動画をね作り続けてるって感じ。なかなか大変です、まあ、俺が大変かどうかはもう正直どうでもいいんだけど、一旦そこはどうでもいいとして、とにかくゴーバーサス10だよ。ゴーバーサス10をどうやって出すかだよね、もうとにかくそれだけ。ただもう運だからな。お、バカンスか。これなんか結構な頻度で来てくれるね。まあ、これはもう基本的にハイにしましょう。ハイの方がいいわ。働きすぎだよ。いいね。じゃあっていうのもいいね。なんか可愛いね。ヌーメア。ヌーメアってどこ？これたまになんか北国に行ってブチ切れられるとかないだろうな。大丈夫？おー、ここか。バカンス楽しもうぜ。これ必ず半年なのかな？たまになんか1年とか3年とか言われたりするみたいな、そういうパターンあったりするね、なんか年数たまに違うのがありますよみたいな、そういうのある？だとしたらめちゃくちゃ怖いんだけど。あ、でもあの間さ、こうそういう刀狩りとかああいうのがあれか、狙われたい放題になっちゃうのか。確かにそういう意味では結構危険やな。てかさ、あの動けない状態の時に絶不調カードとか打ったらあれどうなんの？それの時はサイコロ振らないといけないとかある？いや、さすがにそんなないか。でも絶好調をかき消すみたいな効果はありますよね、確か絶不調にね。だからある意味絶不調カードって絶好調潰しカードなんだけど、絶好調崩しカードか、絶好調崩しカードも兼ねてるよね。てかさらに言うなら絶好調崩しカードより強いからね、弱体化させてるんだからサイコロを。はい、キングが楽しそうです。ヘレンケラー、あ、今のところなんだヘレンケラー。あ、そうなんだ。はい、ありがとうございます。何もしないぞね。で、何もしないぞいいんだけど、まあ、絶不調ちょっと打ってみようか、ほんらあいつを。これどうなんの？はい、バカンス中に絶不調にしてみました。どうなんだろう。あんまり意味ないかな。まあ意味ないんだったら、まあ意味ないでいいわ。まあキングの悪行の方がしたら強いってことになりますね。まあ基本強いだろうね。どうせ強い。キングの悪行って結構ほとんど最優先クラスだからな、何をするにあたってもね。ボンビラステとか特に分かりやすいけど、ボンビラステにいるからこれができませんみたいなのばっかりだもんね。で、1と2しか出ないけどバカンス楽しんでるから意味ないと。そうか、じゃあやっぱり意味ないですね。刀狩りとかでも攻撃が通るっぽいな、やっぱ今のゼフ賞が通ったってことは。そういうことだね。だから攻撃が通るから、今の間にカードと持ってるカードとかボコられまくるのか、対人戦とかだとね。そういうことか。ああ、厄介だな。そう考えたら厄介だわ。厄介だけど、なんだろう、他のキングボミーの悪行に比べたらまだギリマシか。お、ケレンキラーや、はい、はい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 。おお、素晴らしいね。どうしようか。モチキンゼロ、坊主。いや、坊主はダメでしょ。冬眠？全員寝るか。全員寝ようぜ。全員寝ようぜ。もう、はい、もう全員巻き込んでやるわ。もう、はい、さよなら。全員寝ようぜ。はい、バカンス楽しんでる。何もしない。寝れない。はい、ありがとうございます。これ、美術館をいっぱい持ってると人事収入が増えるのかな。で、最終的にあの、1兆みたいな金額になるのか。そういうことか。それでか。もう全員寝てます。やばい、一ターンが早すぎる。一ターン最速や、これ。まず間違いなく一ターン最速や。何秒やねん、これ。マジで。今さっきの一ターン何秒なんだ。この時間なんか意味あったか？絶対意味ないと思うけど、俺。絶対意味ないぞ、今の。はい。あら！おー、すげえ！冬眠解除してくれた。すげえ！これ目覚ましカードとか持ってたらそういえばどうなるんだろうね。そういや。あれの使用用途はいまいち俺分かってないんだよな。持ってるだけで発動するタイプかな、まあ、じゃないと冬眠カードの時に使えないもんね。持ってたら発動かな、勝手に。そういうことかな。まあいいや。はい、目覚ましカードとかなんかそういうのを1枚持っておくのはガチでありだな。実質ブロックカードみたいなもんだもんね。強い。はい、バカンス終わりましたね。で、バカンスがなんか最初の方に来てくれたらめちゃくちゃこれ楽だな。なんかまあ、極論だって悪行食らわないまま終わるからね。まあちょっと他の人の何だろう、プレイヤーっていう外敵からはちょっと守れないけど、
ただキングボンビーのあのなんか1兆何千万捨ててやるみたいなあんな悪行食らうくらいだったらまだマシな気がする。まあちょっと所持金とかにもよるけどね、状況にもよりきりだけど、結構なんか、うん、あれ当たりな悪行だな個人的には。ちょっとわかんないけどね、だから対人戦だったらでもきついだな、それも言うて半年動けないってのもな。でも半年動けないぐらいはな、昔の桃鉄だったら貧乏神クラスでもやってたからね、 DS の桃鉄とか特に。そう、 DS の桃鉄ワールドとかね、なんかサイコロ振ってネタ目の数だけ貧乏神と一緒に休むみたいなのあったんですよね。でそれの時も多分攻撃カードは普通に通じてたはずだから、そう考えたら今回のキングボンビーはなんかそれがあるだけまだちょっとマイナスじゃん、これどこ行っても。あ、ここって5で積むんだ、知らなかったわ。ここ5で積むのね、 OK 覚えておきましょう。はい、ここ5で積みますマジか、知らなかったわ。そんなの5で積むんだ。はーい、なんかよろしくね。お前なんかしてたっけ今まで1回でも。動いた記憶がないぞお前は。サイコロバランバラになってるけど、まあいいや。サイコロがこのなんかバラバラになるのは何なんでしょうね、リアルに。ちょっとそれだけ聞きたい。でなんか虚しく過ごせとかもなんか言ってね、だからなんだろう、捨てる金額とかは大きくなってるけど、それ以外のサブ悪行だから そうそうそう、なんか何かが使えなくなるとかそういうのに関しては多分 DS のワールドの方が圧倒的に強い、キングボンビーに関して言えば。うん、お、やった。うん、圧倒的に強いね DS の、うん、DS のキングの方が圧倒的に強いと思う。虚しく過ごせとか特に分かりやすいけど、あれだってプラス駅とかの機能も全部なくなってたもんね、その時は。 DS の時はね、今回はなんかヘリポートとか本当に一部だけだもん。プラス駅かマイナス駅、カード駅は全部ね機能してくれるんですよ。だからね、 DS のあれはそれに加えて物件駅で物件も買えない、カードももらえない、プラス駅ももらえないだったんですよね。だそう考えたらかなり楽にはなってると思う、今回のあの悪行は。あの罰印のやつね、うん、あれはなんか全然マシだわ、全然マシ、うん、だから虚しく過ごせとかに比べたら本当に雑魚、あれに関しては、うん、全然雑魚、雑魚だけど、まあまあ、うん、でも何なんだろう、あれ、でも正直なんか、あれは悪を食らって、俺困った試しがまだないんだけど、正直どうなんだろうね、困るのかな、困る事例なのかな、あれ。ちょっとわかんないな、どうなんでしょうね、うん。困ることあるのかな、まあいや、困ることはあるけど、うん、はい、よろしくね。ちょっとわかんないな、まだな、うん。よいしょ。さっきからなんかたまたま歴史ヒーローをずっと仲間に加えてますけど、正直言っていいですか、あれ本当にたまたまだわ。さっきから覚えたわけじゃないです。出た、世界旅行じゃないか。世界旅行ボンビーの顔はやっぱ高めだよね、畜生って言いそうだよねお前ね。なんかすごい畜生顔してるもんね。何畜生顔って。うん、やっぱ畜生顔してるな。はい、何でもいいっすわ、勝手にしてください。もう僕知ったことじゃないんで勝手にどうぞ。これ世界旅行ボンビーでさ、目的地たまたま入ったみたいなパターンあんのかな。さすがにないか。507億か、結構来られるな。ただキングボンビーとかに比べたらやっぱどうしても雑魚だな、どうしてもな。まあしょうがないんだけどね、こいつがキングボンビークラスで取る金額おかしかったら、もうそれこそキングボンビーのね立場っつうもんがね、うん、ちょっとねないもんね。ヘリポート、ハテナ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 、もうやべえマジで。うん、5周年やったん、ちょっと嬉しい、あ、ちょっと嬉しい、うん、ちょっと嬉しい、はい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 。あ、この辺確か俺物件失ってんだよな、この辺か、買い直しか、嘘だね、買い直しよう。よし、ギリギリ生きてる毎日。はあ、俺この歌しか知らないんだけど、あのアノさんのやつ。俺アノさんとアドさんの違いが最初分かんなかったもん、ぶっちゃけ同じ人だと思ってたわ。うん、よいしょ。アノさんってあるよね、あの地雷系みたいな人よね。地雷系って言ったら申し訳ないけど、いやでもなんかそんな感じする。よいしょ。なんかね、でもね、別に普通可愛いんだけどブックオフでね、広告をね全面的に出しすぎてる感じがするブックオフの広告のあのなんかチラシみたいなの多すぎんねん、うん、どうこう見てもあいつの顔やねんって。あいつって言ったら申し訳ないですね、あのさんの顔ばっかりだからさ。
なんかディグってくみたいな謎の日本語なのか英語なのかよくわかんない、はい、単語がありましたよね。何なんでしょうねあれはね、よくわかんないです僕、はい、よいしょ。本当はドバイに行きたいんだけどなこれ。よいしょ。この辺の物件全体的に高いな本当。まあ結構いくな。アテンションプリーズドスエー、お前の喋り方とアテンションプリーズがねもうね合わなさすぎる。結構動いたぞ、なんか100マスぐらい動いてんじゃないのこれ。110マス、858億円、結構取られたね。まあ850兆あるんだけどね、全然痛くねえ。移動した先で物件買えるからもう別にね、実質物件取りみたいなもんだよね。うん、絶対違う。まあ超音速かなんか使っておきましょうか、適当に。で、なんか適当に物件買おうぜ。うん、なんか高いとこ買っておきたいな、高いとこ。2億100%、うん、別の意味で収益率が高いね、うん、収益率高いけど、いや結局もう運千億みたいな物件買わないと多分あんま意味ないんだよなこれ。うん、だから収益ってさゴミなんだもん。うん、こいつなんか武器消しちゃうからもういいわ。はい、目には目をは全世界を盲目にしているのだ。うん、なんかよくわかんないこと言ってるね。すいませんね、なんかそういうなんかなんとかの真理みたいな、俺そういうの全くわかんないんですわ。全くわかんないし分かろうともしてねえんだわ。俺は俺よ。うんそれでいいじゃない。4か、なんもないやん4って。あ、ナイスカード、すいスペシャル、いいね。スペシャルカードは悪くない。また出た世界旅行。世界旅行ボンビーってすごい語呂悪くない？今更だけど。もうちょっとなんかいい名前ない？でも世界旅行ボンビーしかないのかな。エアプレンボンビーを復活させるじゃダメだったのかな思ったんだけど。それはダメなの？エアプレンボンビー復活はダメなんだ。まあイラスト変えないといけないから難しいのかな。でもエアプレンボンビーでいいと思うけどな。やってることほとんど一緒だし。それじゃダメなんだ。こんなにだって役職かぶってるねボンビーも結構珍しいでしょ。知らないけど結構珍しいと思うよ。こんなに役割一緒のボンビーあんまいないでしょ。ポコンとハリケーンボンビーぐらいじゃない、役割こんなに一緒なの。まあ、あれに関してはもうなんかね2代目ハリケーンボンビーって感じだから、あれはなんかちょっと違うけど、だそういう意味ではこいつ2代目エアプレンボンビーでしょ。世界旅行ボンビーってそんな感じしますよね。俺だけかなそう思ってんの。いやそんなことないと、みんな結構コメントでもねエアプレンボンビーやんって言ってたもんね。やっぱそうだよね、俺もそう思うわ。うん、俺もみんなと同意見ですよ。なんかうん、よいしょ。どうよ、また、おい、また長かったな思ったより。で言うて850兆あるもんな正直。はい、なんすか。あ、金くれるやつや。うわー安定してるなこいつは。1000億くれる。なんか1000億が普通になってきてんの、だいたいそもそもやばいよね。うん、あ、目的地いける、よし行こう。油田か、ちょっとここ油田なんかさ、イベントでなんかジャキーンみたいになるみたいなさ、ないの？そういうの、そういうのないの？そういうのない？ある？はい、どこや。オデーサ、オレッサ、なんか井戸のネタ思い出すな。井戸の中からとかじゃなく井戸自体が俺さみたいなあったよね。違ったっけ。20マスか。まあ超音速で行こうか。ワンチャン入れるでしょ。あ、入った。よしよし、はい、オッケー、はい、オッケー、はい。これ目的地入ったからどうのこうのとかいう差じゃないぞ。もう何、マンチェスターユナイテッド、モンスターペアレントの仲間じゃん。絶対違うね。モンスターペアレントは何だったっけ。もうそれは今どれもいいか。はい、はい、大丈夫。あのヨーロッパのとにかく上の方ね。了解了解。てかこいつゼロマスやったんや。へえ、まあいいか。あ、それで目的地入った時なんか貧乏神つけた落としたのか。
そういうことね。やっと理解した今。なるほど。はい、もう目的地ラッシュになってるけど。 Hello。 そうか、イギリスも英語か。アメリカのもんだと思ってたわ。なんか俺英語違うよね。 A って言ってんだから米、ね、A ってイギリスだもんね。よく考えたらイギリスか、もともと。でもなんかイギリスとアメリカの英語ってなんかちょっと違うんでしょ。あんましよく知らないけど。日本はどっちなんだろう。あれはアメリカ式、日本で学校とかでよくやってるのあれはアメリカ式なのかな。うん、まあ、ちょっと差が分かんないんでね、僕はね。てかそもそもね、あのどっちの英語もね、1ミリも分かんないんでね、僕はね。はい、1ミリも分かんない。しかも1ミリもな。うん、本当に分かんないんで本当に分かんないんでね。うん、すいませんな。いや、超音速カードがなんだかんだねマジで強いと思う。これ本で何回も言ってるけどさ、これ超音速カードがね、もう便利すぎるのよ。これ3回使える中では一番動けるカードだからさ、から金がある程度余裕もなんか出てきたら、ずっとこれで移動するのが多分一番強い、うん、と思う。2億円失ったからなんだよ。もう波数とかいうレベルじゃねえからな、本当に。もうなんだろう、もう波数なんだけど、波数に磨きがかかってるからね、今回も。あ、エビデタよくあるやん。これがね、なんか俺使い方よく分かってないねんな。何がいいんだろう。エビで太陽カードの効果的な使い方は何なんだろうね。こいつでもなんかうんち落とす人じゃなかったっけ。まあいいか、一応ね。はい、もともとはなんかね、持ってるカードをめちゃくちゃ高い額で換金してくれる人だったんだけどね。なんかそういうのもないんだな。暇だからキングに打ってくる。ノーンノーンノーン、くそー、なんでだよ、なんでそんなひどいことするんだよ。はい、うん、なんだよ、ありがとう。はい、え、やば、え、やば、いなくなっちゃった。物件を一軒奪ってくれるのかな、見た感じ。そういう感じだよね、多分ね。やばいな。いやー、クソ、キングボンビーになんなかったな。ダビングしてから使えばよかったかな。そう、ゴーバーサス10がなんかね、結果あるらしいからね、さっきも言ったけど。ゴーバーサス10あるんやったらちょっと見たいな。うわー、でかい、ありがたい。めちゃくちゃ金もらえるわ。あの、なんかすごい、いかつい顔したおっちゃん。いかつい顔したおっちゃん、すごいね、いい子やね。うん、いい子って言っていいのかわかんないけどね。多分圧倒的に年上だもんね。そりゃそうか。てかもう、いないよね。個人だよね、多分ね。うん、合ってるよ、まず。生きてたらごめんなさい。ちょっとね、俺、なんだろう、歴史の人物な、世界編はもうマジで全く分かんないからさ、悪いけどさ、本当に申し訳ないわ。で、この英国博物館、英国大博物館、これがね、なんかね、あれな、ミイラが暴れ回るから、本当はね、ちょっと怖いんだけど、買うの。それでもやっぱ、2000何百億の物件はね、強いよね。いや、でもどうなんだろう、デメリットがちょっと大きすぎるよな。ちょっと怖いね。うん、怖い。で、ちょっと一攫千金チャレンジ してみる。一攫千金チャレンジ、はてな、ないな。これなんかね、本当に出ないらしい。まあじゃあ、はい、お願い。はい、これが意味わかってないんだよな、また。はい、オッケー。エビで太陽カードもね、よくわかってないんだよな。何がそんな強いんだろう、あれは。マジでわからん、俺には。はい、で、これはスリー対策だね。スリー対策。2400億めっちゃ金くれる。よいしょ、1、2、3。売り場か。まあ満タンカードぐらい持っとくか。はい、でも満タンカードさ、持ってるやつ全部じゃないからな。なんか期間延長カードと要は効果一緒なんだけど、まあ実質的に弱体化食らってるよね。だってマックスが3しかないからさ、うん、弱いよね、ちょっとね。あ、てか今右から行けばよかった。したら物件変えてんやんけ。俺アホや。もう頭使ってねえからな、今な、ぶっちゃけな。頭使ってねえからな。よいしょ、はい、もうワンサイでいいわ。考えるだけ疲れる。うん、 OK。 よし、200億 10% っていいじゃない。
サッカークラブってなんかイベントあったよね。なんか持ってたらワンチャン、ワンチャンあるよね。ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある、確かね。1352でした。じゃあ物件変えるな。いいね、悪くない悪くない悪くない、物件そのものが悪くない。26カ所独占してるけど、結構どうですかこれ。なんか何百兆のやり合いだからな、もうな、今な、ほとんどのイベントがさ、もう無意味になっちゃってるもんね。それがちょっと 弱点というか、もったいないよね。よいしょ。あ、いい場所やん。 OK、 よし。なんだかんだ結構独占してると思うんだけど、もう、あ、独占いける。もう端っこでもいいや、端っこでもいいよ。買えるなら買っとこう。よっしゃー。何箇所目あなたは。30、あなたは30箇所なのね。赤がな、もう70とか言ってるもんね。赤がちょっとやっぱちょっと頭一つ抜けて独占箇所多いな今のところ。うん、赤ちょっとやばいね。ただ最下位なんだよなあいつ。そう、物件の上では1位なんだけど、総資産にされると最下位なんだよね。なかなか厳しい。6大都市とかもでもね、やっぱ飛ぶ系カード強いからな。てか6大都市は俺個人的に今回移動系の中で結構かなり使いやすい部類なんじゃないかなと思ってるわ。どうなんだろう、実際そうだよね多分。でもね、使い勝手すごいいいと思う。これでたまにここ動画あるんでしょ。いや、現れる気しないんだけど、ガチで。やべえな。よいしょ。なかなか物件機が、いや、ちょっと端っこすぎる。こんなに急行系ないんだったら余計ちょっと怖い。この辺はこの辺。あー、値段微妙だな。まあいっか、別に何でもいいか。あー、ええやええや、300億あるわ。はい、よし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 。まあこういうの持っとこう。80か、もう80。あ、いいね、バスコラガマ、こいつカードを奪ってくれるやつやん。パトカード、あ、パトカードやん、ありがてえ、パトカードいいね。で、物件取り一旦捨てて、はい。じゃあ満タンカード使って超音速をマックスにしておきましょう。はい、で使う。満タンカード弱いな。でもなんかわざわざ残すようなカードでもないかもしんないね。もうなんか高、ここ、あ、でもこいつ 5% 上がるからめちゃくちゃ強いんじゃないのこれ。うわ、いいとこ抑えるな、こいつ。いいとこ抑えるわ、強い強い、肝心強い。5000億の 5% アップはでかすぎる。いくら上がるんだよ、だって実質ね、 6% になるのか。5000億の 6% ってなんぼよ。 10% が500億でしょ。500億が 10% やねん。そう、500億が 10% なんだから、500億が 10% なんだから、あー、もう分かんなくなってきた、やべえ。だからこれの6割か、 6% ってことはこれの6割だ。だから300か、300で掛けに、だから600億になるのか、収益でかいな。俺これなんかパーセントの計算みたいなやつ結構苦手。てかそもそも算数が苦手なんでね、僕ね。はい、数学じゃなくて算数が苦手なんでね。アインシュタインさんは何なんこの人は。うーん、あー、サイコロか、なるほど。おー、ありがてえ、金くれたりスリ撃破したりってことか。あいつじゃあ強いな、エリザベスちゃん強いね。ロンドン独占するってのはね、ロンドン独占するメリットはこれだな、完全に。だ、恐竜のあれはちょっと痛すぎるけど、でもスリー無効化ワンチャンしてくれるってだけでも俺ちょっと独占する価値あると思うな。最後の方これもうね、スリー怖すぎるゲームになるからな、ぶっちゃけ。で、かつ今回急行系がないや、どうしようみたいな場面に今までの旧作よりも比較的なりやすいから、その分ね、スリに遭遇する確率が多分全体的に上がってるんですよね。だからその分エリザベスさんには多分めちゃくちゃ強い、と思います、僕はね。あくまで僕はですけど。やべえ、ここサムネらしいサムネがねえぞそういえばアトランティスだっけ、あの辺全然関わってこないんだけど、あれなんなん。